今日お話しするのはこの70億人時代、地球の上に70億という人口を要するようになったこの時代、多文化共生どう考えていったらいいか。結論から申し上げます。もはや国際交流の時代ではない。もはや国際交流の時代ではない。地球社会を形成すべき時代だ。国際交流ってのは国と国をまたいだ交流。文化が違うんだ、民族が違うんだ、宗教が違うんだ、それを前提とした人と人との交流。そうじゃなくて、地球、周り母なる地球、これを一つの社会と考えて生きていく、対応していくべき時代に僕らは入りつつある。途上国から先進国に移ってきた若者層、若者たちはお金のためだけに移ってきたんだろうか。途上国から先進国への人の移動というと、就労機会、所得を得るために人は動いてきたんだとついつい考えがちですが、それだけなんだろうか。日本全国の外国人登録者数は2009年から減少傾向。これは日本全体の外国人登録者数の推移を調べたものです。ところがね、留学生の数は2009年以降も増えてんですよ。でさらにところが、留学から就職、就労ですが、への資格変更、これいくつかのパターンがあります。これの申請、これは2009年からやはり減っている。途上国から先進国への人の移動が、もしもですよ、働くため、お金を売るため、就労の機会を求めて、だったら、こんなこと起こるかね。留学生の数は増えてる。ところが、外国人登録の数は減ってる。さらに、留学から就職のためへの資格の変更申請、これも減ってる。これ日本の数字ですが、働きに来てるだけじゃないんだね。それ以外の何かを求めていた。で、ここでは留学という数字を出してますけどね。じゃあ一体、途上国から先進国に若者たちは何しに来るのか。一言で言うと、何者かになりたい。自己実現という言い方をしてもいいかもしれない。何者かになりたい。それはただ単にお金を稼ぐだけではない。どっかです、学び、誰かに認められ自立した、何者かになりたい。そうした若者たちが動いてきているように見えます。さあ、その中でじゃあ僕らはこの移動をどう考えてやったらいいんだろう、人の移動をどう考えてやったらいいんだろう。10月15日、世界の若者が街に出たのは国境を越えてつながったからなんです。文化の問題もある、階層の問題もある、世代の問題もある。そうしたものを全てを通してつながっちゃったんです。だから要求の項目バラバラなんですけどね。さあ、そんなことを考えたとき、僕らはいつまで国際交流と考えていったらいいんでしょう。僕らはそろそろ地球規模でものを考える時代になってるんじゃないでしょうか。こんにちは。今ご覧いただいた映像は昨年12月23日に四日市大学で行われた四日市大学留学生支援センター主催多文化共生社会を考えるプログラムの様子です。突然ですが、皆さんは多文化共生という言葉を聞いたことがあるでしょうか。総務省が2006年3月に公表した
多文化共生の推進に関する研究会報告書によると、地域における多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら地域社会の構成員として共に生きていくことと定義されています。まず最初にこちらのグラフをご覧ください。これは日本全体の外国人登録者数の推移を示したものです。近年は減少傾向にありますが、2008年には約220万人を記録し、多くの外国人が日本に住んでいるということが分かっていただけると思います。このことを踏まえ、日本人住民も外国人住民もがどちらもが共に地域社会を支える重要な存在であるという認識を持って、互いを理解し合い共生を図っていく必要がある、つまり多文化共生について考える必要があるのではないかというふうに思いました。多文化共生を考えるにあたって、どのような地域に目を向けるのかということはとても大切なことです。日本という大きな地域で考えるのか、そしてこの四日市という地域で考えるのか、そして僕たちが通う四日市大学という地域で考えるのか。四日市大学には多くの留学生の方が通っています。つまり僕たち大学生にとって最も身近な外国人は留学生の存在です。次にこちらのグラフをご覧ください。これは日本全体の留学生数の推移を示したものです。留学生の数は年々増え続け、2003年に10万人を突破した後、2010年5月1日の時点で約14万人となっています。日本政府は留学生の受け入れを積極的に行い、今後も留学生は増え続けていくのではないかというふうに考えられます。話を戻しますが、僕たち大学生にとって最も身近な外国人の存在は留学生の存在です。日本人学生と外国人学生が共に学ぶ大学を一つの多文化共生社会と考えた時に、彼ら彼女らがなぜ日本へ留学したのかということについて考えることが、多文化共生について考える一つのきっかけになるのではないかというふうに考えました。今回の ETV 四日台世界を見つめ地域を考えるでは、四日市大学留学生支援センターの取り組みを取材しながら、留学ということについて僕たちがインタビューしたり、勉強した内容について、映像を通して紹介していきたいと思います。次にご覧いただく映像は、最初にご覧いただいた映像の後に行われました、グループディスカッションの様子です。グループディスカッションでは、四日市大学教員、四日市大学学生、社会人学生、他大学の学生、社会人などを巻き込んで、さまざまなテーマについて、議論が行われました。次にご覧いただく映像では、留学以外の目的で日本に留国することの意味は何か、入国の目的とそのために必要なことは何かということについて、ディスカッションを行った内容についてご覧いただきます。どうぞ。学校で勉強して、はい、その後の計画というか、どうしたいっていうのは、私は大学終わったら、ちょっと帰国する。あ、やっぱり帰るんだ。それでこっちで勉強したのを使って、例えば自分で商売するとか。そうそうそう、そうそうそう。以外の目的は、やっぱり中国で今大学卒業したら就職難しくて、日本語を勉強したら人生が変えると思います。将来が、いい仕事が、見つかる可能性がある。ね、それ日本で帰って、日本でもし就職できれば日本で就職したいと思います。なるほど。そう言ってくれると嬉しいですよね。うん、そうだよね。やっぱり日本で勉強したとか、いろんな自分で研究したとこを帰国して、自分の国でやりたい。あ、なるほどな。あ、なるほどな。あ、それはすごく、なんと、日本が広く紹介されるきっかけにもなるしね。うん、さっきの話をついてたけど、あなた自身はどう考えて、俺議長やっちゃうしない。議長なんだよ。
そうですね、ちょっと、はい、ごめんごめん。あの日本は、あの日本であの子供向けのアニメーションは世界でとても有名です、うんうん、私の子供の頃、うん、あの日本の アニメ、うん、あの興味を持っています。あなたは、ね、あだからこの機会で、うん、あの日本を勉強したいという気持ちが、あ憧れか、はい、アニメって言うとさ、あ、ごめん、俺ばっかりなの。アニメって 何を見たの？どんなの？あの、最初から一級さん、一級さんか、先生、リアルタイムで見てたんだよ。あれ、好きだけ。あ、そう、あれな、はいはい、あ愛してるな。我々の世代だよね。あ、なるほど。ドラえもん。あ、なるほどな。ドラえさん。アニメ。今中国のテレビも、あの、うん、あ、日本のアニメ、あの、たくさん放送して、うん、たくさんあります。なるほど、それがきっかけになることもあるわけだね。で、あなたどうするの？終わったら、大学終わったら帰るの？あの大学院に入りたい。あ、おお。それどこの大学院？フランスの？私将来あの日本語の先生になりたい。あ、そういうことか、そういうことか。あの今の考え方は、うんうん、あの三重大学の教育、うんうん、なるほどね。学部に入りたい。つまんないこと聞いていい？なんで経済学部に来たの？嘘だ、冗談。なるほど、そういうことか。そうすると日本に来た動機ってのは本当にいろいろはいろいろなんだね、はい、それから学ぶだけでもなさそうだし、これ留学以外、このテーマの設定が留学以外の目的でってけど、留学生として来てる諸君の話聞いても、実は留学だけじゃなくて、ある場合には日本への憧れみたいなものもあるだろうし、でさらにはじゃ今度その後のことも考えれば、日本のことを外に伝えてくれる人もいるかもしれない、あるいは日本に残ってで働こうという人もいるかもしれない。であの日本語の教師になろうとか、日本の中でやってもいい、外でやることもできるだろうしね。今ご覧いただいている映像は昨年12月10日に四日市大学で行われました。多文化共生を考えるプログラムの中のプレゼンテーションの様子です。各グループがプレゼンテーションで話し合ったテーマについてプレゼンテーションを行いました。ではここで日本の入国管理法で規定されているビザについて説明します。こちらの画面を見て分かる通り、たくさんの種類があることが分かりますか？現在、ビザの種類は27種類となっています。留学の目的を考えてみたら、最初は大きな夢である夢の実現という形になって、その中には何が入っていますか？教育または勉強、経済的なチャンス、個人的な成長、それぞれが入っています。最後に留学についてさまざまな人にインタビューしました。どうぞご覧ください。外国行って勉強するとね、あの自分の国にないことも学べるし、外国の文化も学べるし、まあ、それは自分の将来にとって、未来のことにとってプラス点になると思ってから留学しましたね。なぜ日本を選んだのですか？はい、で日本はですね、まあ、昔からの非常に技術的に優れている国ですね。僕は日本に留学した理由といえばですね、ちっちゃい頃から日本が好きですね。で日本人、あのネパール人にとってね、日本人のイメージは優しいと思いますから、ずっと一回日本に行って日本人と交流 したいと思ってましたね、昔から。だから日本に留学しました。目的は日本で就職することですね。私は自分のふるさとはロシアから近くて、
毎日ロシア人たくさんが会えるし、あの常に外国に興味を持ちようになりました。そして私の大学を大学にたくさん留学生がいるから、あの彼らにいろいろ外国の文化や習慣など聞いてもらいました。その時外国に留学が決まりました。日本語を2年間勉強している、私たち声を学生声をグループに対して、やっぱりその言語が所属している国に行かないとちょっともったいない気持ちが強いので、まあその日本のアニメ「ドラえもん」とか「千夜聖斗」とか「千夜聖士」とか何だか、はい、そういうアニメが結構大好きなので、まあ なんでかな、まあご飯食べないなくてもいいですけど、アニメ見ないと夜は眠れないみたい、まあ、だから、まあ、そういう日本語結構一生懸命勉強しておいて、まあ、2年ぐらい、まあ、1年半ぐらい、2年ぐらいですね、まあ、1級